競馬を愛する皆さん、こんにちは。テレビ東京アナウンサーの富田由紀です。日曜重賞のセントウルステークスの富田をご紹介します。このシリーズはサマースプリントシリーズの最終戦ということで、スプリンターズステークスの前哨戦でもありますので楽しみなんですけども、今年はテンハッピーローズだったりとか、まあ、マコチャ、そしてダノンスコーピオン3頭の G1 ホースが出走とハイレベルな一戦となりそうです。一番人気が非常に強いレースではね、例年あるんですけども、トミちゃんご参考にしていただければ嬉しいです。セントウルステークスのトミちゃんはこちらです。丸1連パーセント6歳馬以上、丸2大苦戦関東馬、丸3サマースプリントシリーズ最終戦です。まずこの1つ目 0% 6歳馬以上ですが、過去10年のこのレースの勝ち馬の年齢をチェックしてみました。すべて3歳から5歳までの馬で、6歳以上は勝利がゼロでした。2着は3回、3着は5回、さらに8歳以上となると馬券圏内にもゼロだったんですね。該当する6歳馬は吉野インスタ、テンハッピーローズ、7歳馬はグレートゲイナー、ストーンリッチ、8歳以上はトゥラベスーラ、カリボールの計6頭になりました。さあ続きまして、大苦戦関東馬です。過去10年のこのレースで関東馬は25頭が出走していて、1勝2着1回のみなんです。まあ、関西馬が強いこのレース、関東馬には少し分が悪いのかもしれません。関東馬はですね、サウザンサニー、キミワクイーン、アサカラキング、東進マカオの4頭となっています。続いて最後ですね、サマースプリントシリーズ最終戦、夏が終わってしまいます。現在トップのサトノレーブなんですけど、モズメイメイとピューロマジックは逆転優勝のチャンスがあります。私モズメイメイ大好きで、青いステークスでしたっけ、すごかったですね。もう競馬つきたての頃に見たんですけど、かっこよかったなと思っています。優勝すればレース賞金の5900万円に加えて4000万円のボーナスが出ますので、勝てば G1 並みの賞金を手にすることになります。それはつまり実質 G1 並みの仕上げで来ている可能性がありますので、モズメイメイとピューロマジックの本気度合いには注目したいと思います。ということで、信じるか信じないか、どれに乗るかはあなた次第です。予想のヒントにしてみてください。